がねちょこっとだけ変わりますと、はい、8小節の3本そして延長も3本になります。なのでまあ MC の皆さんもねよりやり合えると思いますんでよろしくお願いします。そしてじゃんけんで勝った方が、はい、先行の方がビートを選ばせてもらいますのでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、そしてその DJ は後ろにスタンバっておりますが、はい、真ん中は DJ マービー、そして、皆さんから見て左側ね DJ ワタもうスタンバっておりますが、はい、ワタ、戦国ではねワズゴックという名義でビートをたくさんくれております、はい、バトロワのさ富士コース母の子宮、うん、松島あもう一人誰、ID っすね ID か、はい、ID だそうだね、はい、のやつとかね知ってるよね見たよねみんな、はいね、そのビート作ったやつ DJ ワータやべえやつです。やべえやつっていい意味だよ、はい、ということで、まあ、紹介もシステムもお話ししたのでね改めましてよろしくお願いします。はい、8の3本戦国はやっぱりビートもすごいいいのを証明したいんで、はい、やっぱりマービーと DJ ワズゴックオリジナルビートでガンガン今日も回していくんでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そう、マービーもオリジナルがとんでもねえからね。はい、じゃあもう16人しかいないけどとっととね、とっととっていうのも失礼な話か、一番やべえやつをみんなで全力で決めたいと思いますんでついてきてください。参りましょう、ベスト16第1試合ギル VS アウソリティー、出てきてください。で多分先行の人が集中して聞くべきだと思うんで先にじゃんけんをしたいなと俺は思うんですけど、お二人が良ければそのシステムでいきます。大丈夫ですか。じゃあじゃんけんをお願いします。後攻で変わってください。では先行のギルに選んでいただきます。待たせたけどできるやつですね。そうだね、はい、これあった方がいいもんな。そしてマービー、お待たせしました、ギルどちらで OK、 またお願いします。いはい、8、3本参りましょう。先行ギル後攻アウソリティ、レディーファイ。それぞれのライムとスタイルのっけら共通のビーツ、あくまで土俵俺が選んだが合わせる必要はねえぞ。独特の技見せつける俺の立ち位置、こっから東北の看板はまだお前の背中には重いようだ。それぞれのスタイル、俺はスタイルよりもスタンスで戦ってる。この崩せないスタンス、シカのレジスタンス、首フルコハンス、 BPM の外側でシャルウィーダンス。奢るだけどこの場で奢ることはしない。東北はヤバい MC が群がってる、好敵手相手でエンジンがかかってる。東北はヤバい MC が揃った、そのカルチャーブームじゃないカルチャー、その彼女から片足突っ込んできたの俺だ。空間ジャックする能力に長けてる、こいつは地平道をどんだけ東北の街で吐いたかのさらぜ。東北の街でどんだけ地平道、俺は青森で吐いてきたぜ。あんたがそうだな、このシーンにじゃなくてもうすでに顔桶に片足突っ込んでる。俺しか今日は時代を変えられねえ、今日時代を変えれんのは俺だけだ。だから全員喉が切れるまで声出しな、眠れる獅子のお目覚めだ。Once again、 東北はヤバい MC がいっぱいいるって、俺だってそう、この背中でソウルを育てた奴らがいっぱいいるぞ。俺の顔桶がたとえあっても新たな息吹が支えてるその街、この背中の生きた意味は死んだって残り続ける。そうだよ、俺も画面越しで見てた時はあんたの背中を見えてた、刺すつもりじゃなくて追いかけてたけど、今回は俺の背中を見せてやる。神はなぜ俺を俺にしたか、それをちゃんと懸命る。あの日の個性が今俺の唯一無二の固定資産。終了、引きましょう。先行ギル、後攻アウソリティ、勝者アウソリティ、ギルに拍手を送ってください。
素晴らしい試合でした。ギルありがとう。ありがとうギル。なんかコメントいただけるかな。いやーすあのずーっとバトル中あのこっちとかこっち見てたんでよく見るとすげえ人っすね。あの結構東北さっきから言ってますけど田舎から来たんで結構こういう機会あんまりないんで今日もなんか莫大なエネルギーもらいました。またみんなが忘れた頃にひょろって顔出すと思うんでその時はあったかく迎えていただければと思います。ありがとうございました。ギルに拍手を。ありがとう。そしてトラブルにもね素晴らしくありがたい対応していただきました。ありがとう。